ミュージックジャングル TV エンディングの時間ですが、毎回恒例の、コザック前田さんのオリジナルギターの制作工程をまた追っかけております、はい、今回は何でもですね、塗装工程にも、はい、入ってきましたね、はい、すごい。では VTR 見ていただきましょう、どうぞ。さあでは今回はいよいよボディの塗装ということで、はい、もうあの塗料の匂いが充満しているこの部屋にやってまいりましたが、いい感じやんな、いい感じですね、匂いがいい感じで、はい、さああのもうあちらの装置がもう特別な装置ということになりますよね。そうですね、もうすでに水が流れておりますが、あちらで拭いて、そうです、うん、あれって珍しいでしたっけ。そうですね、あんまりこのぐらいのちっちゃい工房では持ってないものですね。ということは綺麗に塗れるってことですよね。そうです、プレッシャーかけてますよ、タッチが。ちょっと実際、まあ、ナーバスなこう工程というか工程、気を使う、そうなんですよ、ちょっとテンション下がってますね。そんなに、一人にしてほしい。カメラの前でやるのはちょっとあんまり、めっちゃ嫌なんですけど。いやさあ見せてもらいましょうか、高山さん。行きましょう、いよいよ、ボディの塗装。行ってきます。行きましょう、お願いします。ボディの塗装が始まりました。あー、うっすら、うっすらついてます。薄くまず、おお、色はダークチェリーということでね、小田さんが選んだ色ですけれども、さらにこう色をつけながら、そのボディそのものの木目っていうか、それも浮き上がるように、そうですね、あんまり濃くないように仕上げられるわけなんですね。でもトップコート乗るとよりこうなんかギターって感じだ。すごいツヤツヤしてきた。ね、うん、いやもうほんま。あの木がこうなるかと。うわー、おー、ダークチェリー塗り上がったという感じでしょうか。完成ですか。完成です。わーい、完成。いやもうムラなく綺麗に塗り上がっております。ありがとうございます。じゃあいっぱい行きましょうか、もうね、行こう、ね、行きましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。もうなんか色がついてくると完成間近というのもね、そうですね、気もしてきますが楽しみです、はい、ではですね、またあの3月のミュージックジャングル TV もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。まだまだ終わりませんよ、ディスカバリーミュージック。このコーナーはディスカバリーファームでプレスされている CD の中から一組のアーティストにスポットを当てコメントをもらうというコーナーなんです。ということで今回はこのアーティスト、ミュージックジャングル TV をご覧の皆さん、こんばんは、リーロです。ボーカルのリタです。ドラムの中杉です。ギターの中田です。ベースのリタです。僕らは大阪を南を中心に活動中のインディーギターロックバンドです。昨年12月18日にファーストミニアルバムホームシックをリリースいたしました。CD の聴きどころとかありますか。そうですね、内向的な鬱ろく爆発ということで聞いてもらいたいなと思います。そんなあの昨年12月18日にリリースしたあのホームシックスのアルバムでですね、ザイマツアー中やっておりまして、2月の21日心斎橋アトランティクス、3月8日ギターホリエクラブビジョンと回りまして、4月18日大阪心斎橋アトランティクスでツアーファイナルを行います。皆さん来てください。お願いします。お願いします。それではヘイローでした。